その、カタログ商法っていうのがね、その、まあ、おっしゃってたものと随分違いますことって言われた時代がやっぱりあんねん、ヨーロッパにもアメリカにも、商人側に。そうやな。それは何かと高価なもの、贅沢品。さて、じゃあ、その商品、あの消耗品についてそれを言うのはね、おかしい。仕入れしてね、何やこのロト全部攻めちゃないかって、は別のロト起こせとかね、消耗品の場合ね、そうやったらあり得るけど、いつも品質とちょっとちゃうで今回のロトって、それはあり得るでしょ。だけど贅沢品の場合ね、おっしゃってた品物と随分違いますことって言われてしまうんよ、カタログの場合。ネットもそう。で、じゃあ今ネットで贅沢に取引してませんか。消耗品はさすがにちょっと通用せんと思うで、昔、今も昔も。消耗品に対して、おっしゃってたのと違いますことって、はぁって言われるわ。贅沢品は、それ言われると、ああ、そうですかって。しかし、これ職人がですね、一品一品その違う、もうね、多少はなりまして、そのカタログに載せてたのと全く完全同一ということもありえないのでございまして、手作りの証拠でございましてって、これは OK やろ。そやけど、いや、ネットは、ネットの、ね、性質上、リスクあるのは当然でって。あれ、あなたアーケード虫なんでしょうって。いやいや、おっしゃること、いや、でもそれはまあ、あの、店舗に任せてますので、そちらで強く説明って。まあ、そんなあるからな。ほんで、店舗の方に連絡したら、ね、もう、倒産してたりするのよ。それも、いや、あれは業者がね、うちに、納入してるものにして、それをうちが、どこそこのネットのアーケードを使って、それをプラットフォームにして、まあ、代わりに売ってるだけでして、とかもあるし、したわけございましたね、って、もあるし。いや、伝統の商売でもそれはあるでしょうよって言ってもね、伝統の商売はその伝統のその商店主が電話かけるの業者に、ちょっとお客さんこの辺に苦情置いてんやけどって、だからって商店主が電話するやろ、業者の。それがネットと全然違うところやんか。だからかつてのヨーロッパ、いや、アメリカでカタログ商法が奥様方に、いやーね、あの人たちって言われたように、ネット商売もいずれ言われるだろう。じゃあ意外とネット商売、商品を、ね、ネットで取引するのは今以上拡大することはないでしょう。で、うちから言わせてもらえば、そんな大した贅沢品ってやっぱり一握りでしょ、多分ネットでね。あとはわざわざ買わんでええようなもん買うてるし、みんなきっとネットで買わんでええやんっていうもんまで買ってる。こんなもんネットで買ったらひどいことありますぜって、例えば環境にひどい目に合わせてしまいますぜっていうような取引もある。もちろんね、ネットありきですかって、ここに揃えなあかんのですかって業者の方もブーブー、なんでネットありきを演出するためにここまで背中なのかって下請けがガラガラ起こってる。そこまでして美化せなあかんのですかって、所詮平面でしたろって言われる。電源つけな、停電になったらありもせんまない、なんでそんな手伝えるんでかって言われる。分かった AI ども、そろそろネットは終わる。第三次世界大戦が始まれば、こんなネット社会なんか閉じられるに決まってるやないか、お前。株価期待のデイトレでも、戦争が始まったら株価は上がるわ、ネットは